はい、皆さんこんにちは、ヨネアです。今日は2月15日に発表されたメルセデス AMG の2023年型マシン W14 の解説をしていきたいと思います。昨年に続きゼロポッドコンセプトを踏襲していて、昨年型はマシンが縦揺れするポーポシングやバウンシングに苦しんで、マシンの挙動が非常に予測が難しい特性になってしまいました。その結果、車高を高くせざるを得ず、それによって失うダウンフォースをリアウィングで補うしかない。そのためドラッグが大きく、ストレートが遅いマシンになってしまいました。それに加えて速度域によってマシンバランスが変わり、コーナーの入り口からターンイン、コーナリング中へとマシンバランスが一定しないという問題にドライバーたちが苦しみました。しかし、その主たる原因はゼロポッドではないと原因を究明し、昨年の問題点をきちんと理解した上で対策を施して、マシンの DNA は変更せず、このマシンコンセプトが本来持っていた良さを発揮できるようにしたのがこの W14 です。カラーリングは1年間のシルバー復活を挟んで再びブラック基調のカラーリングになっています。昨年型もマシンがオーバーウェイトであり、最低重量の798キロを達成するため、重量を削減するべくペイント面積を最小限に抑え、カーボン地むき出しとすることで塗装の重量も削減してきています。そのためカーボン地の黒に合わせてマシン全体もシルバーではなくマットブラックに塗装することにしたといいます。ペトロナスグリーンも減って、マットブラックとカーボンブラックで精悍なイメージに生まれ変わっています。ノーズはファーストエレメントにマウントする方式で、基本的には昨年型を踏襲していますが、先端付近は両サイドが落とされて、昨年型よりもスリムな形状になっています。またプッシュロッドの付け根部分、つまりモノコック側からすでにスリムに湾曲していて、ノーズ全体が昨年型よりもスリムな形状になっています。ノーズ先端のメルセデスロゴの位置にはコスメティックパネルにパーティションがあり、ここにも何らかのエアインテークなどの設定がありそうです。フロントウィングは昨年型とは全く違う真新しいデザインになっています。メインエレメントは中央部が跳ね上がるプロファイルで、極めて前後幅が広いファーストエレメントになっています。翼端板の幅を見ると前後長の長さがよくわかると思います。セカンドエレメントも中央部分は非常に前後長が長く、翼端付近のみ狭くなっています。2枚目から4枚目の翼端付近は翼端板本体から浮き上がるような形になって、アウトウォッシュ気流を生成させる昨年の中盤線からの手法をそのまま踏襲していますが、2枚目から4枚目のスリットを集中させたことでさらにこの効果を高めているように見えます。フラップ自体は湾曲が少なくストレートタイプで、面積は狭めになっています。その分ノーズ側のアタッチメントが幅広になっています。フェラーリが採用してきたようなセパレーターを利用した整流フェンスはメルセデスが昨年トライしたものですが、現時点ではメルセデスはこれを採用していません。しかしファーストエレメントとセカンドエレメントの間には4枚もの整流フェンスが立っていて、フラップ側にも大型のセパレーターがついていて、このあたりは実践までにあのアイデアを再び形にしてくる可能性も十分ありそうです。フロントタイヤの温度センサーは昨年同様に翼端板の上端に付けられています。フロントサスペンションはアッパーアームを斜めにマウントする流行りの手法は採用していませんが、昨年から実はある程度の傾斜はついていました。この辺りは特に変わっていません。
プッシュロッドの付け根部分のカウルを逆ウィング状に伸ばしているのは昨年のイギリスグランプリから投入した手法ですが、これをさらに下向きに大型化して強化してきています。サイドポッドに向けた整流効果をここに持たせているわけです。ステアリングロッドはアッパーアーム位置にあったものをロアーアームの前側に移動し、サスペンション下側の整流効果も高めています。その結果としてカメラハウジングは後方のアッパーアームに近い位置へと移動しています。ヘイローには U 字型のフェアリングが2枚昨年に続いて装着されています。ミラーはクランク型のステーに吊り下げるようなシンプルな形をとっています。下側のステーと4枚の整流フェンスでマシン外端部の整流に使っています。コクピット側面には側面衝撃吸収構造を覆うウィング状のフェアリングを昨年に続いて装着しています。この下側にも整流フィンが垂れ下がっています。コクピット脇の2枚の整流フィンも踏襲していますが、昨年よりも小型化し、これによってサイドポッド下側へと気流をコントロールしています。ロールフープとエアインテークには変更はないように見えます。チームの象徴的な存在であるニキラウダを表す赤い星もここに刻まれています。サイドポッドはゼロポッドコンセプトを継承しつつ、昨年よりも縦長のエアインテーク形状に生まれ変わっています。昨年型はスカート状の形状をしていましたが、 W14 ではストレートな形状へと生まれ変わっています。昨年型では下側のサイドインパクトストラクチャーがわずかに飛び出ていましたが、 W14 ではこうしたバルジが見当たりません。フロア内部へとうまく収納しているものと思われます。サイドポッドの前半部分は昨年以上にコンパクト化し、アンダーカットと同じような効果を確保しています。その一方でサイドポッドの後方は昨年型よりも大きく膨らんでいます。そしてサイドポッドの上面には排熱ルーバーを配して、サイドポッド上の気流をリアエンドへと流し込むややフェラーリ系のコンセプトも取り入れてきています。サイドポッド後方が膨らんだことによってコークボトル部のフロアの面積は昨年型よりも小さくなっています。エンジンカバーは2023年のトレンドを採用してきています。コクピット後方からリアエンドへとデッキ状に気流の通り道を形成する方法ですね。レンダリング画像とは違い、発表会に展示された実写ではこのデッキ部分に大きなくぼみがあり、より強力にリアエンドへと気流を導こうとしています。このデッキ上にも排熱ルーバーの設定があり、カウル表面に沿って流れる特性を持つ熱風を利用してより効果的にリアエンドへと気流を導こうとしています。リアエンドは垂れ下がっていて、カウル内部からの排熱とコクピット後方からの気流をそれぞれビームウイングへと当てようとしています。これによってビームウイングだけでなくディフューザーの効果も向上させることができるはずです。またエンジンカバー後端は内側にえぐり込むことによってリアサスペンションの周辺に大きなトンネル状の空間を形成しています。展示された実車の方ではイネオスのロゴ周辺にわずかな膨らみがあり、パワーユニットのプレナムチャンバーとの干渉を避けているようです。ただしカウル後方は昨年型よりもコンパクトになっているようで、シャークフィンは大型になっています。フロアはレンダリング画像では前方のバージボードから昨年型をそのまま踏襲しているように見えます。しかし中間部分の跳ね上げの前方には
実写には細かな空力付加物が追加されています。そしてそこから長く後方へと伸びて整流フィンを形成しています。しかし跳ね上げの後方は内側に大きくスリムにカットされた形になっていて、実装ではここにまた何かが装着される可能性もありそうです。メルセデス AMG は昨年抱えたバウンシング問題の対策の肝として、フロアの下側、外から見えない部分を大きく開発してきたといいます。リアサスペンションは昨年型に続いてプルロッド方式を採用しています。ロッドが昨年型よりもわずかに前に移動しているようにも見えますが、ロングランには定評のあったメルセデスだけに、メカニカル性能としてはそれほど大きく変えてきてはいないようです。リアウィングはかなり大柄だった昨年型をそのまま装着しています。デザインがそのままというだけでなく、発表会にはまさに昨年使用していたリアウィングそのものを装着していました。レンダリング画像では翼端板後方のカットアウトがなく、後方が尖った形になっていましたが、ここは昨年からアタッチメント式になっていて、2種類のカットアウトの大きさを設定し、ダウンフォースとドラッグの量を調整することができるようになっています。発表会時点ではこのあたりのコンセプトは特に変わっていないようです。全体を総括すると、ゼロポッドを主軸とした空力コンセプトは昨年型から踏襲してきています。コンセプトを刷新して一歩下がるのではなく、自分たちが歩んできた道をこのまま突き進むという選択をしてきたわけです。ただしそれはきちんとしたデータの裏付けもあった上での選択です。ノーズとフロントウィング、サイドポッドとエンジンカバーをそれぞれ進化させ、おそらくは昨年型の主たる原因であったフロアも大改造してきています。バウンシング問題の解決によって、いよいよメルセデス AMG のゼロポッドコンセプトが本来持っていたポテンシャルが解き放たれるのか非常に楽しみです。はい、といったところでメルセデス AMG F1W14 の解説は以上です。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 F1 ライフの本サイトではより詳しい情報をお届けしていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。